西鉄ひばる営業所ひばる自動車営業所は、西日本鉄道のバス営業所の一つで、主に、福岡市都心部と、南区西部を結ぶ路線を担当する。営業所表記は日の木。南営業課の主幹営業所である。1955年5月1日開設。福岡県福岡市南区ひばる4丁目8番1号、ひばる営業所、片営業所天神、博多駅、 吉塚営業所間を、東、油山、油山観光道路、笹岡、六本松、市立美術館、明治通り経由で結ぶ路線。皿山、高宮通り、住吉通り経由で、日原営業所と博多駅、博多港国際ターミナルを結ぶ路線。日原柏原、長住地区と天神地区、西鉄大橋駅を、野間経由で結ぶ路線。51、 一前区間同士の便のほか本数は少ないが、長住6丁目折り返しの便もある。区市と異なりこちらは毎日運行されていたが、2020年10月1日のダイヤ改正で平日のみの運行となる。日原営業所、長住地区と天神地区を平和1丁目、渡辺通り経由で結ぶ路線。本系等の単独運行区間が長い上に、 南区内に境外かつ勾配が連続する区間があり、のこの島内線に匹敵する厳しい道路条件であることが特徴。全便スロープ付け中型バスで運行する。基本は、日原営業所発着であるが、長住6丁目発着も朝と夕方を中心に運行される。日原営業所、柏原営業所天神、博多駅間を、小笹、明治通り経由で結ぶ路線。 博多駅前を発車した58番写真の車両は、同植物園ラッピング車である、日原営業所博多駅間を、小笹、役員駅前、住吉通り経由で結ぶ路線。日原・柏原営業所と博多駅を、免許試験場、長住6丁目、野間四角経由で結ぶ路線。渡辺通り1丁目経由が65番、百年橋経由が67番となる。 博多駅行きの終点は、65番は、博多駅西日本シティ銀行前、67番は、博多駅筑紫口である。日原営業所、藤崎と博多駅を、小笹、平尾、を、1年橋経由で結ぶ路線。急行百152番日原営業所行き、柏原、日ば地区から日赤通り経由で、天神方面へ運行する路線。博多バスターミナルを出発する。 福岡空港国際線域、バス長岡、高宮循環バスに使用される、日野、ポンチョ西鉄高宮駅を起終点に、高宮駅南西、大池通り北側の住宅地を、ラケット上半時計回りに循環する。当初は2012年5月28日から、半年間の試行運行だったが、何度かの延長を経て、2014年6月1日から、正式運行となる。 共愛な区間が多く、正式運行開始を前に日のポンチョが導入されている。毎年3月から11月の日曜、祝日のみ運行。油山市民の森油山牧場にかけて、共愛のため、全便、小型バスで運行される。地下鉄駅と動植物園を結ぶ無料バスで、春季、秋季の非祝日、ゴールデンウィーク期間中や、8月の夜間開園日などに、 運行される。2016年度以降は、平和大陸上競技場を横、大堀公園駅、植物園正門館での運行。現在は、片江営業所が運行している。80番天神橋口交差点ひばる、長住、七熊一市の南区エリアとのこの都線上を、福岡外環状道路経由で結ぶ路線として、2017年3月25日に、開設。 2018年10月28日まで土日祝日のみ運行した。2017年3月25日に季節運行として開設。本数は土日祝日後往復であった。冬季運休の後、2018年11月25日の運行を最後に運行終了となった。中央埠頭発着は BRT に代替され、減便となり、2019年7月20日の ダイヤ改正で、7つ4丁目発着に変更する形で廃止となった。大型車は、日産ディーゼルとイスズと日野及び三菱不装の配置。西高 B 型と純正車体の両方が配置されている。2009年2月20日より、日野ブルーリボンシティハイブリッドを2台運行している。2010年に同型車2台を追加投入した。2012年の初めには三菱不装。 エアロスターが2台導入された。2013年には、福岡空港国際線ターミナル博多駅、天神線の運行に合わせて、イスズエルガのノンステップ車が配置された。2014年には、ヒノのブルーリボン2のノンステップ車が配置された。2015年には、イスズエルガ、エルガハイブリッドが配置されたその後は、ヒノブルーリボン、三菱不走エアロスターが増備されている。 中型車は純正車体の日のレインボーツーが配置されている。通常は長隅天神線のみで使用するが臨時便でた路線に使用することもある。小型車は日のポンチョ一台と三菱ふそう、ローザーが配置されている。油山牧場線と長岡、高宮循環バスで使用される。 福岡市道植物園のラッピングを施された車両が複数台存在しており、主に56番や58番等に使用されている。現在は配置されていない。スクールバス用の日産ディーゼル B 型が配置していたが、2020年度よりスクールバスが他社譲渡となり、金竹営業所に転属された。2021年春に伊豆ライスズガーラ HD が海営業所に転出された。 ありがとうございます。